クリストファー・マイケル・デベンスキーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、ロングビーチ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。愛称は、ディーボザ・ドラゴン。2011年の MLB ドラフト25巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、8月5日に契約。契約後、 参加のパイオニアリーグのルーキー級グレートホールズ、ボイジャーズでプロデビュー。7試合に登板して1セーブ、防御率2.25、9奪三振を記録した。2012年は永久カナポリスインティミリターズでプレーし、19試合に登板して6勝5敗にセーブ、防御率4.23、54奪三振を記録した。2012年8月3日。 7月21日に行われたトレードの後日発表選手として、ヒューストンアストロズへ移籍した。移籍後は、参加の A 級レキシントンレジェンズでプレーし、5試合に先発登板して2勝2敗、防御率3.38、38奪三振を記録した。2013年はまず A 級、ランカスタージェットホークスで21試合に登板したが、4勝2敗、1セーブ。 防御率7.88と振るわず、7月10日に A 級クワットシティーズリバーバンディッツへ降格した。A 級クワットシティーズでは8試合に先発登板して4勝3敗、防御率4.36、32奪三振を記録した。2014年は A 級ランカスターで開幕を迎え、17試合に登板。5勝5敗にセーブ、防御率4.11、 77奪三振を記録した。7月5日に AA 級コーパスクリスティフックスへ昇格。AA 級コーパスクリスティでは10試合に登板して5勝3敗、防御率3.92、37奪三振を記録した。2015年は AA 級コーパスクリスティでプレーし、24試合に登板して7勝4敗にセーブ、防御率3.01。 104奪三振を記録した。オフに、ベネズエラのウィンターリーグであるリーガベネソラーナで、ベースボールプロフェッショナルに参加し、ティブロネスでラグアイラに加入した。5試合に先発登板して1勝2敗、防御率5.21、17奪三振を記録した。2016年のスプリングトレーニング中の、プレシーズンゲームでは4試合の登板で、防御率0.87と高騰した。 4月7日にアストロズとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月8日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。4点ビハインドの5回裏から登板。3回を1アンダム失点4夏三振に抑えた。4月30日のオークランドアスレチックス戦でメジャー初先発を果たすも、5回5アンダに失点でメジャー初黒星を起死した。 先発として4試合に登板したが、0勝2敗、防御率5.03と結果を残せず、再びリリーフに配置転換された。6月19日のシンシナティレッズ戦では4点リードの6回、表西から登板し、3.1回を1安打、無失点に抑え、メジャー初セーブを挙げた。最終的には十八試合に登板し、四勝四敗、一セーブ、防御率点一六。 ホイップ0.91という高成績を残し、ルーキーイヤーから活躍した。2017年は開幕からリリーフとして起用され、62試合に登板。8勝5敗4セーブ、防御率2.68、ホイップ0.94、チームトップとなる25ホールドを記録し、勝ちパターンの一角に定着した。また前年から、投球回数が、 約20イニング減少する中で2年連続100奪三振を記録し、結果奪三振率が11.2と前年から大幅に上昇した。2020年オフの10月30日に FA となった。2021年1月20日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。3月29日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 5月15日に右ひいち内側側腹じ帯の捻挫で60日間の故障者リスト入りとなった。その後、6月5日にトミー・ジョン手術を受けることが報じられ、残りシーズンを全休する見込みとなった。最速急速96.8マイルパワー、平均92マイルパワーのフォーシームと、平均81マイルパワー、チェンジアップの2球種を軸に、その他に、 平均8 2アワーのスライダー、平均7 5アワーのナックルカーブを使用する。ありがとうございます。